まあ、ここのあたりですね、今回の予定としておりますこの第3通、第4通、第5通というのはですね、大体こういう傾向なことがこう図画工業を戒めるという内容のものがこう続いておるんですけどね、これはやっぱりですね、この今も言いますようにですね、まあ、親鸞の教えがそういうその中のものでも救われると、まあ、不倫勝負という有名なものもありますけどね、そういう性格を持ったわけですよね。だからまあ逆にこの通りですね、先住健全という偏った考えもあったんです。おそらくこの先住健全を主張する部分もあったかと思いますね。この先住健全の方の部分はですね、いくら他力だと言うたってやはり、できるだけいいことをするように努めなきゃならないんじゃないかという、まあ、そういう部分もあったわけですから、だからやっぱり、ですね、それもいけない。ちょっと今回読んでいく中にはそれは出てきませんけど、ちょっと後になりますと逆にですね、こっちを戒めるような言い方もあります。まあもともと我々は罪の深いもんだとね、良いものになれたでできるもんじゃないと、そういう言い方もあります。それがやっぱりですね、まあ有名な不倫勝負とかいう言い方たちもやっぱりそこにもあるわけですね。しかしそれがそのわざとですね、わざと悪いことをしなさいということではないんだということですよね。それでまあそれで申しますとですね、友同房に年頃に心をわしましならばこそ用意と印にてもそうらばね、まあ、そういう元の悪い心をですね広がりす、そういう心こそが大事なことであって、それが用意と印と言えるもんである、こういうまあ言い方になっているね。用意と印ね、用意と これはですね、世というのはまあこれ、世の常とかいうそういうことは書かれた映画は昔よりこの、ね、この、人の世の常になろうと、ね、いうようなことも、まあ世と、まあこういう場合は世と、まあ、まあまあいいですけど、まあ結局世というでもまあ俗世と、ね、まあもっと詳しく言えば俗世ねということになりますね。結局伊藤というのは、まあ十分ありますね。まあ結局用意と印である、ね、結局浄土を願う人の印としてそういうことが出てきていいはずだと、ね、いうことが言われてあります。まあひょっとしたらですね、いろんな親鸞聖人を紹介した本もですね読まれることもあると思いますが、もうごく最近は割合そういうことがなくなりましたけどね、やっぱりこう終戦直後といいますかね、終戦直後から割合近年までですね、非常にこの共産主義の影響がやっぱりこう強かったためにですね、非常にその親鸞聖人が共産主義に近いような考え方の人だったんだということ、まあ現在もまだ残っておると思います。そういう意見を述べる人が非常に多くおりましてね、そ
そしてこの用意と後ろしと山はですね、結局この社会体制を、ね、社会体制をこう意図ことになる。社会体制を、社会体制、今もと具体的に言うならば、この資本主義の世界が悪いより、ね、権力者の世界が悪いより、そういうものを嫌ったのが親鸞庶民だという、非常にこの共産主義思想に近いことをですね、意見が、非常に強かった時もあります。現在もなおそれがあるかもしれないけどね。しかしそうじゃありません。これあくまでこう、ね、属者、ね、共産主義の世界が、共産主義の世界、しながらなんていうね、それを親鸞庶民が言うたわけではありません。あくまでも、ね、まあ、属性シャバですね。シャバです。シャバの反対の言葉が浄土ですからね。仏の世界ですからね。あくまでその用意等というのはね、何もその共産主義国家にし、資本主義国家を意図という意味ないないなんて。シャバ世界ですね。煩悩の世界。それを意図とこう言ったので。これひょっとしたらですね、まだ現在もそういう視点でですね、その親鸞庶民を解釈するという意見がまだまだこう熱力があるかと思いますけど、それは全然はっきり言って全然違います。社会体制のことをどうこう言ってるんですか。あくまでもその煩悩の世界を意図したんでありましてね、煩悩の世界を意図したんで、煩悩の世界を意図で浄土へ生まれなさいとこういうなんですよ。まあ冷静に考えれば当然のことですけどね。で、まあ若い人もね、ひょっとしたらそういう本を見たこともあるかもしれませんけどね。それはそんなこっちゃいません。用意と印にで騒乱とこそ覚えそう。よくよく音符を覚えそうでしたね。それではまあそれを第3通目にして、それから次のですね。